ひなのちゃん、こっち向いて。のぞみちゃん、今日も可愛かったよ。みなさん、来てくださってありがとうございまちゅるっちゅちゅるっちゅ、お返しにこっちもちゅるっちゅちゅるっちゅ今日のライブはおしまいです。また来てくださいね。もちろんだよ。なんなんだこの赤ずきんみたいなキャラクター。 AKZ48 って書いてあるけど3人しかいないじゃん。ごめんなさい、私また失敗しちゃって。確かにちょっとダンス遅れてたかも。入ったばっかりだし仕方ないよ。練習頑張ろ。ほら笑顔笑顔、優しい。でももっと頑張らなきゃ。第3章、ドキドキ森の姉妹の惚れ薬。よく来たミラだ。今日はお主に渡すものがあるのじゃ。あ、なんだろう、プレゼントかな。これまでの活躍がなかなか良かったのでな。頑張っている褒美にこのライセンスをやろう。なんだろう、スナック B 級ライセンス、連れて行けるスナックが増える。お供スナック2体でポケットスナック、ポケットスナック全然使ってなかったな。これでクエストに持っていけるスナックの数が増えたのじゃ。もっと活躍していることを期待しておるぞ。多分全部で3体まで連れていけるようになるのかな、スナック。さてこのライセンスを手に入れるほどのものなら今度の依頼もきっと喜んで引き受けてくれるじゃろう。メローラや、何でもメローラが欲しいものがあるそうじゃ。何、この基本的にこのメローラ姫のわがままを満たしていくっていうのがこのゲームなのかな。私が今欲しいのは惚れ薬なの。セイレン姉妹が持ってるって噂らしいんだよね。セイレン姉妹精霊なのかな。セイレン姉妹は目撃情報が少なくてのー、はい、セイレン姉妹はここから北東にある森無限樹海ミネストフォレストにいると言われております。何その樹海、もう一度入ったら出てこれなそうな感じがする。ですが森のどのあたりかは確認されておらず。それは困ったのー。お前が行くわけじゃないから。ですからミネストフォレストには森のすべてを知るという森の探検家と呼ばれる男性がいるそうです。その人にお願いすればいいのに。だったら彼に聞いてみてはどうでしょうか。森の探検家じゃと、どんな人物なのじゃ。有名情報サイトスナペディアによりますと、スナペディア読みづらいな。名前はピーターパン。森林サバイバル免許1級、トレジャーハンター2段など立派な経歴を持っているようです。それでいて心優しく物知りで動物に愛されるナイスガイだとか。これね、ちょっとうんちくなんですけど、ピーターパンって本当の物語はあれなんだよね。子供たちが大人に なるでしょ。まあ子供なんだから大人になる前にピーターパンみんな殺しちゃうらしいよ。これ本当らしい。ほう、素晴らしい。そのものならば精錬姉妹の場所も知っておるかもしれんの。見ららよ、早速ババロア平原の北側を通って森へ向かい、では頼んだぞ、惚れ薬を手に入れてくるのじゃ。まずはピーターパンに行かなきゃいけないのか。ピーターパンどこにいるって言ってた。とりあえず城の外出るか。おー、見つかった。特訓は続けているか。イエスサー。よし、よし、いい返事だ。今日はお前に新しいアプリをやろう。その名もトレードアプリだ。ジャラとスナックの交換ができる。誰できるんだろう。このアプリは近くの人やインターネットのフレンドとジャラ同士、
スナック同士の交換が行える優れものだ。まあ、妖怪ウォッチでも妖怪メダルの交換はできたけど、うん、ザラの交換できるってすごいいいね。武器でしょ？結局。自分にはいらないものでも誰かの役に立つかもしれん。うまく使いこなすよ。ありがとう。今回もなんかレジェンド妖怪みたいなやつあんのかな。これからも特訓に励めよう。よし。じゃあモンスターをさ、2体連れていけるようになったということで、モンスターちょっとね、もう1体仲間にしたいんだけど、どうすれば仲間になるのかな。さあ、じゃあ行きますか。出発。行くぞ。あの可愛いの1体しかいないんだよね。うん。ババロア平原来た。あ、まずはピーターパン探さなきゃいけないんだよな。精錬姉妹のいる無限樹海はこの平原をまっすぐ突き進んだ先じゃ。じゃあちょっと突っ込んでいくか。お、スライム。この世界にもスライムがいるんだ。で、僕の知ってるスライムとちょっとだいぶ違うけど、よし、やっつけた。仲間になってごらん。もうん、ピーターパンじゃないで、だいぶ顔がおっさんだけど。ああ、攻撃してくる。おい、ちょっと待て。これピーターパンだな。とどめ、かわされた。よし、やっつけた。あれ、ピーターパン聞いちゃった。無事のようじゃな、ミララ。無限樹海ミネストフォレスト、ここが無限樹海ミネストフォレストじゃ。一旦引き上げるかの、帰ってくるのじゃ。帰るの？ここまで来て？なかなかの実力者のようだな。貴様、この森に何の用だ？精錬を探すため森の探検家に会いに来た？なるほど、俺を探していたのか。ああ、間違いない。よし、この俺こそが森のスーパー探検家ピーターパンだ。ピーターパンって森の探検家だったっけ？ちなみに人は私をこう呼ぶ。ピーターパンパンとな。ん？どうした？掘り薬が欲しい。あ、違う。精錬の居場所教えてほしい。精錬姉妹の居場所だと？俺は森のスーパー探検家だ。この森で知らないことはない。お、心強い。奴らが住むのはこの森の奥の奥。ここから3日3晩はかかる。だいぶかかるな。案内してほしいか。お願いします。いや、3日3晩もかかるのはさ、これあれだよ、富士の樹海よりさらに上行っちゃってんだ。案内してやらないこともないが、今すぐは無理だ。なんで？今俺は森の姫君を探している最中なんだ。一体どこにいるのか。あれ、お姫様どこにいるか知らないの？俺の後ろに立つ。いや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 、お前が後ろ向いたんだって。だが、ま、そういうわけだ。どういうこと？姫君を探すのを手伝ってくれたら、その後に案内してやろう。本当に精錬の居場所知ってんのかな。よし、ならばついてこい。よし、じゃあ突っ込んでいきますか。戻ってきたね。さあ、ちゃんと出てこれるかな、これ。うん、道案内は俺に任せろ。前行けよ。大丈夫だ。森のことは全てお見通し。なるほど。とりあえず前に行くしかないから、マーメイドできた。なんでマーメイドがここに出てくるんだろう。すごいな。
マーメイドなんだから海にいてほしいんだけどな。やったー、さあやっつけた。スイッチ発見した。あれ、これを押せば次のフロアに行けるはず。全部開いたかな。あと1個か。あと1個どこにある。うん、これか。あれ、さっき押さなかったっけ俺。よし、扉開いたからちょっと戻ろう。よし、開いたね。次行こう。やけに胸がざわつく。ついたのかな。よし、姫君はこの先にいるに違いない。ちょっと待ってこれ姫様、白雪姫。ぐー、お腹すいたわこんな お姫様あり。うわ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 、山よ。白雪姫やばすぎるんだけど。こんな白雪姫やだわ。 XA、 よし、ちょっと必殺技使おう。おら、くらえ。ぐるぐるスラッシュ、当たってない。最後の一発だけ当たった。山よ、もう寝るわよ。ちょっと待って、声がおっさんじゃないかよ、もきし。邪魔よ、邪魔よって言ってる。うおー、ちょっと武器変えよう。オッケー、バトルアックス。おらー、ちょっとね、バトルアックスはちょっと攻撃がちょっと重いんだな。おらー、ちょっと武器変えるか。またよし、弓。え、遠隔攻撃できるけど、ちょっとあら、あんまダメージ入らない。おお、よし、やっつけたぞ。むにゃむにゃ、おやすみ。全員やっつけた。思わず倒してしまったじゃねえよ、お前探してたんだろ。だが、まさか森の姫君がこんなおばさんだったとは知らなかったの。知っていたに決まっているだろう。彼女はお占いが得意な森のご意見番らしいのだ。俺はどうしても彼女に聞かねばならぬことがあって。申し訳ありません、姫君はまだ眠っておられますので占いはできないんです。っていうか、今までの会話も全部聞いてなかったってことでしょ。なに、あれだけ戦って起きないのか。眠ってたんだね。いや、戦ってたよね、うん、確かに。はい、姫君は眠りながらあらゆることはできるのです。やば、こいつ無理だ。これでは俺の推しメンである赤美ちゃんへのプレゼントが何がいいのか占ってもらえないじゃないか。どうでもいいなそれ。むにゃむにゃだったら起きてるよね。いいえ、寝ています。今は眠りが浅かったようです。ああいう女は流行り物やアクセサリーとかあげとけばだいたい喜ぶのよ。むにゃむにゃ。なるほど、具体的には何よ。本人のブラグでも見たら。よし、待ってろよ赤美ちゃん。なんで今の相談事をこの人にしなきゃいけなかったことかな。あの人のことを追いかけるんですか。なら服屋さんの正面にある広場に行けばいいですよ。赤ずきん48はそこでよくイベントをしているそうですから。出てここの広場で、出会ってるって。ああ、あれ、これは48なのに3人しかいないっていうね。赤美ちゃん、赤美ちゃん。あ、パンパン師匠、今日も来てくれたんですね。当たり前だ、来ない日などない。はい、ありがとうございま、チュルッチュー。チュルッチュー、お返しにこっちもチュルッチュー。何、知らないのか。彼女は町娘アイドルグループ赤ずきん48のナンバー48、最後のメンバーってことね。赤美ちゃんだ。
残り45人どこ行ったんだろう。一度は落ちたが欠員が出たことで最後にメンバー入りしたんだ。彼女は俺の推しメンだ。きゃ嬉しいっちゅ。どうでもいいかも。赤美ちゃん、今日は君にプレゼントがあるんだ。プレゼント決まったのかな。アクセサリーとかいいとか言ってたよね、はい、本当ですか。これで決める。これだ。クロリスのナチュラルブローチ。本当にアクセサリー買ってきたんだ。わあ、そのブローチ気になってました。でもすごく素敵ですけど、もらってもいいんですか。よし、もちろんだ。これをつければ勇気が100倍になって最高のパフォーマンスができるようになる。そんな能力ないよ。いいんだ、信じれば勇気は何倍にでもなるさ。赤美ちゃん、活躍を期待してるからな。頑張ります。はい、パンパン師匠っていう名前どうにかなんないかな。私頑張ります。なんだその目は。何か言いたいことがあるのか。失礼な、オタクじゃない、ガチのスーパーオタクだ。結局オタクなんじゃそれ。ナンバー48の赤美です。時々ここで赤ずきん48の握手会をやってるんです。握手券を持ってないとなら現金だな。そこは並べないんだ。あなたも会いに来てくれたら嬉しいっちゅ。やっぱ CD とか買わないとダメなのこれ。頑張ってね。はい、待ってますね。赤美ちゃん、今日からお前も赤美ちゃん推しだな。握手券はダンジョンなので手に入ることができるぞ。なぜかはわからんがな。さて、清廉姉妹のところへ約束通り案内してやろう。ただし一つ条件がある。パンパン師匠と呼べ。森の中で俺のことはパンパン師匠と呼べ。パンパン師匠っていうことになんかプライドを持ってんだね。ピーターパンなんじゃないのかよ。分かったよピーターパン。違う、パンパン師匠だ。呼ばないと道案内してやらんぞ。よし、いいだろう。では出発するぞ。目的地はミネスティ。おい、名前お前本当に知ってんのね。俺の後ろに立つ。いやいや、後ろ向いたんだってそっちが。 OK、 じゃあこれはちょっと次回にお預けですね。はい、ということで今回はここでおしまいにしたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。